九州農政局は水筒 10R 当たりの終了を示した作況指数について先月25日現在の予想を発表しました今年の県内は9月中旬以降日照時間が長く気温差も大きかったことから天候に恵まれたということですこのため 10R 当たりの予想終了は 510km 作況指数は全国平均の101を1ポイント下回る100で 平年並みとなり3年ぶりに不良を出しましたまた前回9月25日現在の97を3ポイント上回っています九州農政局は肥沃持ちなどの調査も踏まえて12月上旬に確定値を公表する予定です